1988年6月、福島第一原発4号炉の欠陥が告発された。その欠陥は15年前の製造当時からありながら託されていたのである。当時、直接設計に携わった元原子炉設計技師田中光彦さんは、今も運転し続ける危険性についてついに告発に踏み切ったのである。後遺症というのはどういうことなのかというと、原子炉圧力容器というのはこう、高さが20メートルぐらいでですね、あの場合は5メートル半ぐらいの鉄でできている円筒形の容器なわけです。でそれが心臓部で中でその核分裂が起こる。その容器を製作中にですね、それが丸くないといけないんですかね、断面が。そのところが潰れてしまったという、ね、で潰れたというのは大げさな表現かもしれないけれども、楕円形になってったことは事実ですね。でその楕円形のままだと品物としては合格 しないので、それで、中にですね、ジャッキ、自動車を持ち上げたりするジャッキがあります。あれと同じジャッキで中へ入れて、それは1本200トンぐらいまで、200トンというと大きいですね、ビル一つ持ち上がっちゃうとか、それを数本入れましてね、一応丸く直す。でその丸く直す時にいろんな仕掛けがありまして、高い温度にしてですね、それで、直していくんですけれども、特にそういうジャッキが当たった部分、数箇所の鉄っていうのは、ある種の後遺症を負ったに違いない。でその後遺症っていうのは老朽化していった時に何かの形で現れてくる可能性があって、それが必ず壊れるということではないかもしれないけれども、その評価ができないまま、当時は直したし、それから評価されないまま今動いてるから、そういうことは危ないのでね、特に例えばそういう一つの老朽化現象というので機械っていうのは突然壊れるわけです。今年89年1月福島第二原発3号炉で重大な事故が起こった。再循環ポンプの重さ100キロもある部品が脱落し、ポンプ内のあちこちを傷つけ炉心に流れ込んだ。電力会社は半年前からそうした事故が起こりうることを知りながら運転を続けていた。あの事故の一番の問題は溶接部の溶接が悪かったとかそういうことではないんだと思うんですね。で原因というのはやっぱり、電力会社とか国がいつもその言っている多重防護だとかですね、それから二重三重の安全機構が働くから原発というのは多少異常なことが起こっても大丈夫なんだということをいつも強調している。ところが二重三重の安全機構というののうちのいくつかは働いてるんです。確かにね、アラームが鳴ってるとか、そういうことが中央操作室で運転をしているその部屋ですね、そこのところでそういう警報が出てたりするわけです。そういうアラームが出てるにもかかわらずね、最終的にはそれが人間のそういう判断のシステムの中に入らない。で結局、定期検査である1月7日に向けてですね、運転を継続していって、それで止めてみたらば ああいうことになってたと。で機械っていうのは壊れるわけです。だから永久に壊れないようにものが作られてるわけじゃなくて、壊れるということは、必ずあるわけで、それは原発といえども逃れられないこと。ああいう事故を起こしてしまったのは溶接部ではなくて、そのアラームを無視する構造とかね、そういう電力会社の体質とか、そういうことが反映されてあそこへ行ったんだということをね、よく考えないと、いけないんだと思うんだけど、どんなメーカーでもね、原発を作るというのは2年とか 3年、圧力容器だけでも2年とか3年かかる。全プラントでは6、7年かかってるわけです。で、この中にね、電力会社に知られたくないこと、国に知られたくないことがね、発生しないと考える方がおかしいんでね。例えば僕が会社に入った時の新米の時に比較的忘れられない話として言えばね、名前は出さない方がいいと思うけれど、あそこの原発が壊れたらば、
俺はすぐあそこの部分だっていうふうに思い当たるところがあるっていうことを言ったね、当時いましたけどね、そういうもんだと思うんですね。だから製造部も設計部も胸に手を当ててよく考えればですね、その意図的にやったかどうかはそれは別ですけれども、やむにやまれず内緒にしておるですねトラブルがあったということは、それはない方がおかしいんだよってね、設計だって製造だってみんなそれはある。で大きさの問題で言うと福島4号は非常に大きい問題であったとは思いますけどね。